吉林大学は、中華人民共和国吉林省長春市朝日区に、本部がある十二学部を要する総合大学である。中華人民共和国教育部直属の国家重点、大学、211校庭、985校庭、総一流においても、重点大学に選ばれている。副部級大学の一つとして、聖華大学、北京大学、中国人民大学に並び、 多くの政治家の出身校として有名である。特に科学、法学、物理学、哲学、数学、自動車、地学、基礎医学、精神神経医学、考古学の分野が伝統的に強い。複数の国家重点実験室も持っている。東門に近い5月花広場、大学全体級吉林大学、近隣の吉林工業大学。 白本無音医科大学、長春鍵大学、長春有伝学院の5大学が2000年に統合され、2004年、中国人民解放軍軍事大学も加入して、現在に至る、中国最大規模の大学を誇る。また、校舎のいくつかは、満州時代に日本が建築した政府系の建物をそのまま使用している。航空吉林大学は、急進、 つむし、である地味な校訓を持っている。吉林工業大学は、中華人民共和国教育部直属の211、皇帝重点大学であった。白ム無音医科大学は、中華人民共和国衛生部直属の重帝医科大学であった。公明の、白ム無音の由来は、中国解放のための戦いに命を捧げた、カナダの外界。 ノーマンベチューンを記念して作ったと言われている。長春鍵大学は、中華人民共和国国土資源部に直属する国家、重点大学、地学であった。長春友殿学院は、中華人民共和国情報産業部に直属する、中国東北地区で、唯一の電気通信工科大学であった。 中国人民解放軍軍事大学は中国人民解放軍総工勤務に直属する大学であった。ありがとうございます。